皆様こんばんは、カズラジでございます。今回もご視聴本当にありがとうございます。時刻は3時、25分でございますね。そんな時間に今チェックインしました。で、3時からしか入れてくんないんで、今日朝ね、1時開始のゲーム、レッズ対ドジャース、由伸君の登板試合ですよ。由伸君負けちゃったねえ、2敗目。すごいハードラックというか不運な当たりがタイムリーになってね、かわいそうでしたけどもね。でも三振やツーバウンドよ、大したもんです。まあ負けてしまったんだけれども、味方も全然今打たんわドジャース。まあそんな試合でね、まあ、本来2時半開始が、天気予報悪いんで早めますって言って1時間半早めてゲームが始まった。これアメリカすごいね、やっぱりね。これね、テレビも中継あるわけですよ。みんないろんな各方面がその1時間30分早まることによって、まあ、大変なわけよね。それに向けて準備をするっていうこともあるし、テレビ局も編成を変えないといけない、番組編成をね。でそれやっちゃうのがアメリカすごいよね。で始まってさ、5回終わったら雨が降ってきた、ね、5回終わって雨が降ってきた。この前 の沖縄と一緒よ。日本だったらもうめっちゃ降ったのよ、今日のそのシンシナティもオハイオ州もね。で予報も悪くて、でも絶対雨が降る。でアメリカのすごいところは、まだ雨が降る前からもうレーダー見て、もうそろそろ雨が降るんでって言ってシートかけるのは内野に。で雨が降るのを待ってる。で雨がやっぱり予想通り降ってきた。もう5回終わってゲームは成立しています。もうこの前の沖縄みたいに、もうちょっと待って土砂降りだったら審判出てきてゲームとか言って終わっちゃうわけよ。日本だったら向こうは待つよ、レーダー見てまだこれはやむ。今日は当初の予報では2時間半くらい雨が続くはず。でもその2時間半降り続いたとしてもね、待ってたはずなんだけど、その予報がちょっと外れて1時間ちょっとで雨が上がったんだよ。で1時間9分の中断でゲームがスタートしてということで、だからその1時間9分の間は、もう俺も喋んなくていいんでね、別の部屋に行って、早く始まんないかなと思って解説の前田幸永さんと一緒に見ていたんだけどもね。NHK さんも同じ中継やってて、で中継中断中はね、過去の日本人メジャーリーグプレーヤーの紹介をずっとしていて、それを他局の やつを見ながら、1時間過ごしておりましたが、そんな感じで、で始まって終わって、だから当初よりも、1時間、もう最初4時に終わって、5時から眠れるかなと思ったらホテルに帰ってね、ところが、まあ、6時から寝て9時まで3時間寝させてもらって、で用意をして11時にチェックアウトした。で3時までこの今日ホテル変わんなきゃいけないんでね、このホテルに3時にチェックインだから4時間あるんだよ。どうしようかなと思って、で有明のさ、プロントさんで勉強した。あそこは結構広いテーブルもあってね、勉強しやすいんだよ。でそこで1時間半ほど勉強させてもらって、で外見たら雨が降ってきて、ああ雨降ってんだと思って、で国際展示所の駅まで行って、そこに止めてあったタクシーに乗って浜松町まで移動してまいりました。でホテルに着いて荷物預けてチェックインまで2時間ぐらい、どこ行こうかなって、スタバに行ったの。大門の東京タワーのすぐ近くの増上寺の、大門のすぐ横にあるスタバ、いつもいっぱいなんだけど、僕が行ったらちょうど空いてた。空いてたっていうか並んでなかった。店内はいっぱいだったんだけど、外のテーブルが空いてた。そこにカバンを置いて席を取って、アーモンドミルクラテの90度を頼んで、そこで勉強していました。で暑いんだよ、外が蒸し暑くて東京ね。そんな感じで僕の一日を、人の一日聞いても何にも面白くないよな、ごめんね、ごめんね、ごめん本当に。でもスタバさんはそうだな、半分は外国人だったね。僕の横に座った外国人のカップルはずっとテレビ電話で、おそらく母国にいる友達と喋ってるんだろうけどね、ずっとでっかい声で喋ってました。いい時代だね、なんかね、国離れていてもね、なんかもうリアルタイムでお話ができるっていうのは素晴らしいねと思いました。円安の恩恵を彼らはこう思ってるんだろうなと思って、昔円高のね、僕たちは、恵みもあって随分その時期はアメリカに行かしてもらったけど、今逆で今行けないもんね、今行けない、恐ろしくて。そんな感じでございました。もう本当にこの浜松町界隈歩いてましても、ほとんど外国人。昨日の有明もそうだった、ほとんど外国人です。アジア系も西洋系もたくさんいらっしゃいます、すごいね。さて、ムーさんです、いつもありがとうございます。ムーです。大前さん、
夜起きるためのに昼寝をすると、話されていて、井上陽水さんの、東へ西への逆バージョンだなと思って、しまいました。僕はあんまりよく知らないんだけど、あの井上陽水さんってね、僕あんまり聞かなかったんだけどもね、今さっきこれ読んで YouTube で聞きましたね。東へ西へという曲があって、最後のフレーズを借りるならば、だから頑張れ、お前さん頑張れ、月は流れて東へ西へ、どうぞお体にお気をつけてくださいね、ということでありがとうございます。あの頑張だから頑張れ、お前さん頑張れ、月は流れて東へ西へって、今一回聞いただだけだから、もしちょっとメロディー間違っていたらごめんなさい。本当すいません。そんな曲でした。ありがとうございます。東へ西へ、本当そうだな。それから緑 NJ さん、阪神間は昨夜からポツポツと雨が降り出してきました。今日は雨雲で覆われた一日になりそうです。どこも一緒だね。ゼッテリアのハンバーガーの全部絶品バーガーという名前なんでしょうか。まあなんか絶品なんかメンチカツバーガーとか、絶品僕昨日食べた照り焼きバーガーとかだったよ。大前さん召し上がった感想は絶品でしたか。いやいや、全然モスバーガーの方が美味しいです。モスバーガーの照り焼きの方が絶対美味しいです。それにしても絶品とカフェテリアの名前のが由来って、私には後付けの理由としか思えません。絶対そうだよ、センスなさすぎるよね。ね、そもそも絶品というのは提供する側がいう言葉じゃないよね。提供された側が感想として絶品だねというのが本来の言い方でございますね。それを絶品って言われて、食べた時にそう感じなかったら、なんや違うやんって思いますもんね、ほんまに。そんな感じでございます。ありがとうございます。絶品、まあまあネーミングは絶品でございました。普通でした。ありがとうございます。一人で飲食店に行くようになったのは、友人と都合を合わせるのが難しかったからだと思います。なるほど。バーに行ったらカウンターに陣取ってバーテンさんと話すのが楽しかったですよ。かっこいいね。僕はあのお寿司屋さんに行ってもそうだけども、そういうバーに行ってもそうなんだけども、絶対その人と絡まれるのは嫌なんだよ。なんか店員さんに話しかけられるのがあんまり好きじゃなくて、タクシー乗ってもそうですあのできれば黙っておいてほしいタイプなんでね。バーテンさんとこのカウンター越しに話をするなんていうのは僕にとってはありえない世界でございます。すごいな。あのまあ挨拶ね、顔見知りだって挨拶はするけども話はしないな。ありがとうございます。むしろ僕はそういう時には一人になりたいから行きたい場合もあるんだよね。だから話はしたくないと僕は思うタイプですね。ありがとうございます。それからですね、あずきさんですが、急な試合時間の変更、体に負担がなければ良いのですが大丈夫でしょうか。全然大丈夫です。ゼッテリ行く、誰か行ってそうですね。言うかな、思わず笑いました。ゼッテリアの語源もなるほどなと思いました。まあ、これはね、ヒデ99さんが、調べてくださったんですけれどもね、とりあえず今はゼッテリ行くを使ってみたいです。使ってみて、近くにゼッテリがあるかどうか調べてみます。私はマクド派ですな。まあ、僕もどっちかでマクドに行くな。でも一番やっぱりいいのはあのハンバーガー自体はモスバーガー一番好きなんだけど、ポテトがちょっとモスバーガーは僕の好みじゃないんだよね。だからポテトは、マックの方がいいな、マクドの方がいいな。ありがとうございます。それから佐賀のりさんでございますが、いつもありがとうございます。頭痛いのね。午後になって雨が降ってきた。なるほどね。昨日は出かけるのも億劫になっていましたが、冷蔵庫の中が空だったので無理やり買い物に出かけました。おお、なるほど、必要だね。結果車の中にあるはずの傘もなく。おお、さっき井上陽水さんのさ、東へ西へだっけね、頑張れっていうのあったけど、傘がないってあったね。都会では自殺する若者がっていうね、傘がないってありましたね。あった。なんで僕がこれ知ってるかというと、別に僕井上陽水さんで知ったんじゃないんです。これ昔ね、オフコースさんが
コンサートやってライブアルバムを出してたのよ、オフコースライブ秋行く街でだったかな、そんな LP があって、その中に、他のアーティストさんの歌う曲を歌うコーナーがあって、そこで小田和正さんがこの傘がないを歌っていて、ああ井上陽水さんの曲なんだって思って知ってるんだから、だから僕もこれ元歌聞いたことないですよね。小田さんが歌う傘がない、どうでもいい話でございますが、ありがとうございます。車の中にあるはずの傘もなく、駐車場から建物の間の移動でずぶ濡れになって踏んだり蹴ったりの日曜日でした。なるほど、まあ、そのうちなんかいいことありますよ。なんかいいこと悪いこときっとね、トータルで見たら人生プラマイゼロだと思うんで、きっとまたいいことあるよね。いいことあるよミスタードーナツっていいことあるぞかな、いいことあるよかな、わかんないけど、ありがとうございます。それからひで救急さんでございますが、昨日日曜日は21時くらいに江坂に戻ってきました。お疲れでったね、もう所沢からよく帰ってきた本当にね。さてハンバーガーチェーンの、店のお話ですが、コメントに出ていたドムドムは昔テレビやラジオでドムドムだったらうまくいくというフレーズの CM があって、何がうまくいくんだろうと思っていたことを覚えています。ああなるほどね。どんなメロディーだったかな、わかんない。ドムドムだったらうまくいく、違うかな、聞いたことはありますね。そんな CM がありましたね。ドムドムだったらうまくいく、何がうまくいくんだろう。これまあ、うまくいく、ことがうまく運ぶっていう意味と、うまくっていうのは美味しいのうまくもかけてるんじゃないかなと僕は思うんだけども、わかんないけどね。また同じく100円満点バーガーシティという CM のハンバーガーチェーンがあり、本社は豊中だった。そうそうそうなんや、知らんな。それとこれはおそらく皆さんご存じないかと思いますが、私が初めてアルバイトしたのが松原市にあるバーガーロックでした。知らん知らん、聞いたことない。松原しかないんじゃない。大阪府に何店舗があったのですが、知らないですよね。知らん、河内エリアの話は知らん。ありがとうございます。そうなんや。でもかといってね、その100点満点バーガーシティっていうのは、豊中にあったの、豊中ってまあまあ地元だけども知らないもんね。ありがとうございます。そんな感じで、なんでハンバーガーの話やねんっていうね。そうなんですよ。ゼッテリアの絶品バーガーっていうのはね、向こうから絶品ですってこう提供されるわけだけど、受ける方は果たしてそれは絶品と思うだろうかと思いながら、食べておりました。そんな感じで、今日は、大門、浜松町に移ってまいりました。浜松町に移ってまいりまして、外はちょっと曇り空です。今から明日の勉強をまたちょっとしようと思っておりますね。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。今日野球がないよもうね、心穏やかすぎます。じゃあまた、ありがとうございました。明日はね、7時40分からの試合なんですよね。で1時間前に来てくださいっていうか、まあ6時過ぎに行くとして、ここね、ここのホテルからそのスタジオまでね、歩いて2分なんですよ。だからここ撮ってるんだけど、歩いて2分いいでしょう。だからもう明日何時に起きたらいいのかな。でも4時半には起きないといけないな。4時半に起きようと思います。だから今日も僕は9時頃には寝たいんだ。さあどうしましょうか。そんな感じで、それまで勉強します。じゃあまた。でもご飯も食べに行かないといけないんだよ。浜松町の平日は結構いろんなところ空いてるんでね、さっきもブラブラ歩きながら今日どこか行こうかなと思いながらお店探してたんだけども、ありがとうございました。じゃあまた。今日はもうコンタクトずっと朝から入れてません。もうメガネずっと。ありがとうございました。暑いんですよ、もう本当にね。じゃあまた。